モロイスラム解放戦線の旗モロイスラム解放戦線とはフィリピンの旧反政府武装組織ミルフと略称されるフィリピン国内ではかつてアブサヤフと共にフィリピン政府と衝突していた二大イスラム系反政府ゲリラであったパラワン州などミンダナオ島スールー諸島やバシラン州などを活動拠点としているモロイスラム解放戦線の兵士 モロイスラム解放戦線の兵士。1977年に、モロ民族解放戦線から、分派、独立し、サラマトハシムが、中部ミンダナオのマギンダナオ族やイスラム最大の部族であるマラナオ族などの支援を受けて、ミンダナオ島に結成した、モロ人解放組織である。MNLF は、最大勢力時は2万人から3万人の兵力を、 有したが、1976年の取りボり、協定以降内部構想に陥り、1978年にサラマト派など諸派に分裂。MNLF 議長のヌルミスアリの妥協的、恩恵主義に反発して、多数派のサラマト派は、MNLF を離脱して1981年、正式に、モロイスラム解放戦線を名乗った。その際、リビアのカダフィ大佐の支援を受けたとされる。 1987年、イスラム教徒民がオジッチ地域を設けるという政府の提案に、MNLF は同意するが、ミルフは同調せず武装闘争を続けた。1997年、政府とミルフの間で和平協定が調印されるが、2000年に、ジョセフ・エストラーダ大統領はこれを吐き、ミルフは対決して、ジハードを宣言し、対立構造が鮮明になった。 この当時のミルフの規模は少なくとも1万5000人と推定され、フィリピン国内最大の反体制武装勢力に成長していた。これに対し、フィリピン国軍は一つ一つ軍事拠点を攻略し、最終的にはマギンダナオ州の山間部に存在した司令部を占拠。以後、組織は衰退の方向に向かい、ミンダナオ島南部での遊撃戦のほか、 大都市圏での無差別爆弾テロに活動の重点を置くようになった。グロリア・アロヨ政権になると政府は和平交渉を進め休戦協定が結ばれたが、2005年12月には、ミルフはマギンダナオ州の政府軍を攻撃、少なくとも23名が死亡する事件などが発生している。和平当時は約5000人の勢力であったが、実地に止まる。 和平結果に不満を持つ MNLF 兵士や指導者を失い崩壊状態となったアブサヤフ兵士が退挙としてミルフに合流し、現在では1万5000から2万人の兵力を有するに至った。ミルフはジェマイスラミアとの関係を否定しているが、ジェマイスラミアはミルフの軍事訓練に協力していると見られている。またミルフはアルカイダとの関係も否定しているが、 ウサーマビン・ラービンのアフガニスタンの軍事キャンプに、ミルフは600名の義勇兵を送っている。2006年8月には、MNLF との復帰、統合、新組織体モロ民族連帯会議の発足で合意したが、その後もミルフは、テロ活動を活発に進めており、新組織は機能していないものと見られている。2007年7月には、バシラン州で、イタリア人の死災がミルフか、 アブサヤフと思われる組織に誘拐され、フィリピン海兵隊が救出作戦を観光したがミルフによって海兵隊員11名の首が跳ねられるという事件が発生した。2011年日本政府の仲介で秋の大統領が極秘来日し、ミルフの最高指導者村戸エブラヒム議長と8月4日に成田空港近くのホテルで極秘会談を行った。政府 ミルフのトップ同士の会談は初めてである。また、国際協力機構は、この地域の事業への資金供給を行っており、秋の大統領は、モロイスラム解放戦線との和平において、日本の貢献は計り知れないと謝意を示している。2012年10月、フィリピン政府とモロイスラム解放戦線との間で、ミンダナオ和平に関する枠組合意が署名され、2016年に、 新たなバンサモロ自治政府を創設することで一致した。一方、この和平合意は、モロイスラム解放戦線が主導権を握っており、モロ民族解放戦線は反発している。2013年9月には、モロ民族解放戦線の兵士、約200名が、ミンダナオ島の中心都市サンボアンガを襲撃、住民を巻き添えにしながら、フィリピン軍と戦闘を繰り広げており、 和平合意への影響が懸念された。2014年3月27日にフィリピン政府と包括和平協定に調印した。2015年1月25日、ミンダナオ島中部マギンダナオ州で国家警察特殊部隊とミルフが武力衝突。警察30人とミルフ5人が死亡した。これは包括和平合意後発の大規模衝突である。2015年3月以降、 日本の NGO であるアイキャンがミルフに対して平和教育や治安一能力向上の事業を実施している。ありがとうございます。